こんにちは。あら、いらっしゃい。コーヒーお願いします。合点承知。そういえば噂で聞いたよ、結婚するんだってね。おめでとう。固まっちゃったわよ。何か地雷踏んじゃったかな。こっちえさん、ため息なんてついてどうしたんですか？今日ちょっとね、夢に生きていた頃の親友が出てきたのよ。こっちえさんの親友さんですか。きっととてもいい人だったんでしょうね。ありがとう。その子は私より長生きしているはずなんだけど、闇の世界では一度も会っていないから、すぐ転生しちゃったのかもしれないわね。親友との思い出は美しいままにしておいた方がいいかもしれませんよ。強い絆も何をきっかけに壊れてしまうか分かりませんからね。さっきは硬直しちゃってすみませんでした。びっくりしましたよね。私の名前は美晴。付き合っていた彼に最近プロポーズされ、結婚することが決まったばかりの幸せ絶頂女だ。だけど行きつけのカフェアビアンドの店員さん、ショコラさんとビターさんにおめでとうと言われ、思わず変な態度をとってしまった。というのも、何か事情があるんでしょう。話して楽になるなら聞くわよ。もしかして彼と喧嘩したとか？あ、いえ、そういうわけではないんです。彼とは順調で、その気になっているのは私の親友のことで。親友？たまに一緒に来てるあの人？ああ、そうです。彼女、ことこと言います。ことこはすごい美人だ。こんな平凡な私となんで仲良くしてくれてるんだろうと、ふとした瞬間に不思議になるほど素敵な人。通っていた大学の講義で、彼女がたまたま筆箱を忘れていなければ、私に話しかけることもなかったんだろうな。でもその偶然の縁は、社会人になった今でも続いている。ことこは私のことを親友と呼んでくれるし、私もそうだと思っていた。ことこには両親の次に結婚の報告をしました。きっと喜んでくれるだろうと思って。メッセージを送った後、一応電話もしてみたんです。ふむふむ。もしかして微妙な反応されちゃった？微妙どころか、完全に無視されています。え？最初は風邪か何かで寝込んでいるのかと思いました。でも3日経っても折り返しもなく、おかしいと思って改めて連絡を入れたんです。そしたら、ことこはお願いだから出て。あ、よかった、出てくれた。何度も電話してごめんね。もしかして具合悪かった？私必要なもの買っていくよ。ことこ？え、そんな。ことこは無言のまま電話を切りました。こんなこと初めてだったんです。何か気に障るようなことをしてしまったのかと、不安で不安で。親友と言えるくらいなんだから、よほど仲がいいんでしょう。結婚報告が気に入らなかったとか、そういう理由は考えられないの？それだけはありません。ことこは私と彼のことを心から応援してくれていたし、結婚式のスピーチは絶対に自分が担当すると何度も言ってくれていました。私はショコラさんとビターさんにことこに結婚報告をした時のメッセージを見てもらった。丁寧なメッセージだね。これで気分を害すとは思えない。そうね、本当に具合が悪いとしても電話に出たなら一言くらい話すでしょうし、なんだか心配だわ。私もこのまま悩んでてもしょうがないと思って、この後ことこの家に行くつもりなんです。直接会えたらはっきりするだろうし。健闘を祈る。ありがとうございます。ここのコーヒーでエネルギーチャージできたので、なんとかなりそうな気がします。私はショコラさんたちに話を聞いてもらったお礼を言った後、緊張しながらことこの家に向かった。でも結局その日は彼女と会えることはなかった。部屋の中に確かに人の気配を感じるし、物音もするのに、ことこは扉を開けてくれなかったんだ。数日後、1週間後、1ヶ月後と間を開けて行ってみても結果は同じ。共通の友人でさえ、ことこが今どうしているか全くわからない状況で、なんだかとても嫌な予感がした。そして、何度目かもうわからないチャレンジをしたある日。ことこ、ことこ、
お願い、出てきて。みんな心配してるんだよ。何があったか話したくないならせめて顔見せてくれるだけでいいから。郵便受けに郵便物は溜まっていない。こんなこと言いたくはないけど、これはコトコがちゃんと生きている証拠だ。どうして急に私や他の友人との関わりを絶ってしまったのか。お願い。え、今日もダメかと諦めかけていた時、ゆっくりと扉が開いていった。私の声に耳を傾けてくれたんだ。これでようやく私はコトコの無事を。コト、一体どうしたのかしら。わからない。急に飛び込んできたと思ったらあの様子だもん。怪物でも見たような怯えっぷりだね。ミハル、落ち着いて。ここは安全よ。コトコが。コトコってミハルの親友だよね。彼女と何かあったの？なんであんな。大丈夫大丈夫。ほら、コーヒーを入れたの。これ飲んで。あなたの好きなブレンドよ。おいしい。そうでしょう。ね、もう平気よ。何も怖くない。私たちがいるから。はい。それから15分、ショコラさんたちは私が落ち着くまで近くにいてくれた。無意識でこのカフェに飛び込んでしまったけど、この二人といえば安心できると思っていたからなのかもしれない。おかげでさっきコトコの家で何を見たのか冷静に話せるまでになっていた。実はさっきコトコに会えたんです。それは朗報。元気にしてた？元気と言っていいのか何なのか。彼女すごく変でした。変って？顔を真っ白に塗っていたんです。あれは多分おしろいです。舞妓さんのように真っ白で、でも綺麗ではなく、ムラがひどくて、他の部分のメイクもめちゃくちゃで、とにかくひどい顔。コトコはメイクが得意だ。自分に似合うメイクを知っていて、私にもよく指南してくれた。そんな彼女があんなメイクをするはずがない。それに恐ろしいくらい笑顔でした。口が限界までつり上がっていて、なのに目は笑ってなくて。あんなのおかしいです。あれはコトコじゃない。何があったの？コトコ、すごくすごく怖かった。私の知っているコトコじゃなくて、思わず逃げ出してしまった。実はね、ミハル、僕はちょっとビター。いいの？うん。僕はこういう時手を差し伸べられる人でいたいから。あなたがそう言うのなら。どうしたんですか？実は僕、探偵なんだ。え？困っている人、物事の真相を知りたい人のために働いている。もしミハルが望むなら、コトコについて一緒に調べるよ。ああ、依頼料については心配しなくていい。僕なりの結婚祝いだ。そんな、でも。ビーターって結構頼りになるのよ。甘えちゃってもいいんじゃない？それがあなたのためにも、コトコのためにもなると思う。ありがとうございます。よろしくお願いします。ここがコトコの部屋だね。はい、そうです。気配を感じる。まだ中にいるみたい。ビターさんはそう言うと、ためらうことなくインターホンを押した。しばらくの沈黙の後、物音が近づいてきて、さっきと同じように扉が開いたんだ。そしてそこにはニタニタと笑う白塗りのコトコが立っていた。こんにちは。僕はビター。ミハルが君のことを心配していたから一緒に様子を見に来たんだよ。もしよければお邪魔してもいい？すごい、こんなに冷静でいられるなんて。探偵としていろんな修羅場をくぐり抜けてきたんだろうなということが私にもわかる。そんな彼が隣にいるからか、私はもう取り乱すことなく話ができた。コトコ、お願い、少し話をしたいだけなの。私がそう言うと、コトコは何も言わず、扉を開けたまま部屋の中に引っ込んでいった。私たちはそれを、中に入れということだと捉え、玄関に足を踏み入れた。ずいぶん散らかってるな。ビターさんが小声で話しかけてきた。やっぱりおかしいです。コトコは綺麗好きで、
前に遊びに来た時はほこり一つ落ちてなかったのに、たった一ヶ月ちょっとでここまでなるものでしょうか。私が小声で答えると、ビターさんは何かを考えているようだった。玄関を入ってすぐからゴミはひどかったけど、今に行くともっと異様な光景が広がっていた。何？光が入らないようにしたいのか、窓にはカーテンの上からさらに段ボールが貼り付けられていた。床やテーブルの上には何本もろうそくが立てられており、これに火をつけたら火事になってしまいそうだ。こんな足の踏み場もない場所でコトコは何をしていたの？座って。コトコが静かに口を開いた。いつもより覇気がなかったけど、久しぶりに声を聞けてなんだか涙がこみ上げてくる。私とビターさんはコトコを刺激しないようにゴミを避けながらなんとか座った。あのね、どう話せばいいか迷っていたら、コトコが貼り付けたような笑顔で話し始めた。このお化粧とっても綺麗だと思わない？私お気に入りなの。そうなんだ。コトコらしくなくてびっくりしたけど、好きなメイクなんだね。なんでそのメイクにしようと思ったの？なんでって、綺麗だからって言ってるでしょ？白塗りはね、暗い部屋のろうそくの明かりの下で美しく顔が見えるようにって、工夫の末に生み出されたものなの。ほら、ろうそくに火を灯してみる？私まるでお姫様みたいだから。なるほど、だからろうそくだらけなのか、と、なんだか納得してしまった。だけど、コトコの白塗りはとても雑だし、何度も言うように、目や唇などの部分へのメイクもめちゃくちゃ。まるで子供が親のメイク道具を拝借して、急いで塗りたくったみたいなひどさだ。あなたにも塗ってあげましょうか。特別よ、こっちに来て。正直嫌だったけど、コトコの機嫌を損ないたくなくて、従おうと思った。だけど、ダメだ。ビターさん？あのおしろいを顔に塗っちゃいけない。どうしてですか？鉛が含まれている。鉛？昔、日本で使われていたおしろいには、鉛が含まれているものがあったらしい。その方が白が綺麗に映えるからと重宝されていたんだ。でも、鉛は当然、人間にとって有毒。鉛入りのおしろいを使っていた人たちは、鉛中毒になり、ひどい時には死に至ることも。それが分かってから製造は禁止されたのに、なぜコトコがそんなおしろいを持っているのかわからない。鉛が含まれてるって、どうして分かったんですか？僕は人より鼻が利くから。ビターさんは、それ以上あまり詳細を話したくないらしい。だったら無理には聞かないけど、とにかくコトコがそんな恐ろしいものを顔に塗っているなんて。コトコ、お化粧落とそう。危険なんだって。いやよ。私が綺麗なのに嫉妬してるのね。邪魔なんてさせない。そんなんじゃない！いや！お茶を用意するからここでおとなしく待ってて！コトコは怒りながら部屋を出て行ってしまった。その間ビターさんは鉛中毒の恐ろしさを説明してくれる。吐き気や腹痛だけならまだしも、神経麻痺や脳病を患う可能性もある。コトコはそんな危険物を自分に塗りたくり、ミハルにまで塗ろうとした。わけがわからない。何がしたいんだ？お待たせ。さあ、召し上がれ。絶句してしまった。コトコがテーブルに並べたのは、明らかに口にしてはいけないとわかるようなものばかり。まがまがしい色のキノコや、湯飲みの水の中につけられた葉っぱ。毒キノコに鳥かぶとは、随分なおもてなしだ。毒？コトコ、どうしてそんなものを？ねえ、あなた結婚するんでしょ？よかったね。さあ食べて、食べて食べて、遠慮せずにいくらでも、そして死んで。コトコ。コトコは狂ったように笑い出した。かと思うと湯飲みをつかみ、私に中の水を無理やり飲ませようとしてくる。いや、やめて！早く、飲んで死ねよ！いい加減にするんだ！
ひどい、ひどい、ひどい、ひどい。いやー！コトコは癇癪を起こしながら、ふらふらと後ずさりしていく。そして、隣の寝室に駆け込んでいった。なんでいつも私ばかり？追いかけよう。寝室もゴミで埋まっていた。だけど、一角だけ綺麗だった。そこには、祭壇のようなものがあり、日本人形？綺麗な着物を着ている古ぼけた人形が祀られていたんだ。私だけ、私だけ、やだ、やだ、やだ。ミハル、あの人形に見覚えは？ありません。ここで寝泊まりしたことあるけど、あんなのなかった。コトコは何かを信仰していたってこともないですし、こんな祭壇みたいな。もしかしたら、呪い。呪い？詳しくはわからない。だけど、この人形に何かおかしな力があって、そのせいでコトコに異変が起きているとしたら、今すぐ彼女をここから遠ざけなきゃ。無理やりにでも入院させよう。彼女、栄養が足りていないように見えるし、僕いい施設を知っているから。ミハル、手伝って。はい。私とビターさんはすごい力で抵抗するコトコを抑え込み、部屋から引きずり出した。玄関を出た時、コトコは急に糸が切れたように脱力し、気絶してしまったんだ。やっぱりあの人形が。と思いながら、私たちはコトコを安全な施設へと運び込んだ。幸いなことに、コトコの鉛中毒は軽度のもので、治療すれば命に別状はないようだった。そして、一週間、コトコは眠り続け、やがて目を覚ました。コトコ！あれ？ミハル？と、誰？僕はビター。何も覚えていないんだね。私、何かあったんですか？私たちは言葉を選びながら、コトコの様子がおかしくなっていたことを説明した。コトコは白塗りの化粧をしていたことも、人形を祀っていたことも、何も記憶に残っていなかった。ただずっと、悲しい、辛い、孤独だという感情に支配されていたことだけ覚えているらしい。とにかく、コトコが無事でよかった。私はそれだけで十分だよ。ミハル。あ、そうだ。結婚するんだよね。本当におめでとう。私、あなたからの結婚報告のメッセージを見て、それで、何か思い出したの？ええ。あの時、すごく嬉しかった。でも、やっぱり少し寂しさもあって、なんて返信しようかなって考えてたら、玄関の外から物音がして、確認しに行ったらそこに人形が置かれていた。ビターさんはあの人形の写真を撮っていたようで、それをコトコに見せていた。すると、玄関にあったのは間違いなく、この人形だとコトコは言う。なんだか妙に惹かれて、それで抱き上げて、ごめんなさい。そこからの記憶はありません。私、何があったのか。コトコは困惑した様子で黙り込んでしまった。人に迷惑をかけたくないと常々言っているくらいの人だ。きっと私たちに申し訳ないと思っているんだと思う。そんな必要ちっともないのに。これはあくまで僕の仮説なんだけど。何か推理してくれたんですか？探偵だからね。コトコ、君は衣装人形の呪いに影響を受けたのかもしれない。衣装人形？あの日本人形のことだよ。衣装人形は江戸時代、武家の娘が嫁ぐ時に花嫁道具として持たされていたらしいんだ。何か悪いことがあれば身代わりになるというものでね。舞妓や姫君など、いろんな姿のものが作られたんだって。あの人形はおしろいを塗っているようにも見えたね。コトコの白塗りの顔を思い出してゾッとする。確かにあの時のコトコと人形はどこか似ていた。でも、その衣装人形は守ってくれるいい存在なんですよね。呪いなんてそんな。もしかしたら、あの人形の持ち主は、結婚できないまま人生を終えたのかもしれない。え？花嫁道具として人形を用意されていたのに、その人形の主人は花嫁になれなかった。どんな理由かは知らない。病気なのか、
いい縁談に恵まれなかったのか、とにかく幸せな結末じゃなかったんだろうね。そしてあの人形にはそんな主人の念が宿るようになり、無関係な人々を呪うようになった。琴子の様子がおかしかった時、なんでいつも私ばかりと言っていた。結婚が決まっている私を殺そうとしていた。ビターさんの推理に当てはめると動機が見えてくる気がする。私が美晴の結婚を寂しいって思ったから、すぐには心から祝福できなかったから、そんな感情を察知されてあの人形に取り入られた。自分を責める必要はないよ。さっきも言ったように、これは仮説、全部間違っているかもしれないんだから。とにかくあの人形はお祓いすべきだと思うけどね。あの人形はどうやって琴子の元に来たんですか？まさか自分で歩いて？それとも悪意のある誰かが置いていった？わからない。その辺をはっきりさせるためにも、もう少しあの人形を調べたい。その後は僕が責任を持って叱るべきところに持っていく。琴子、いい？もちろんです。むしろお任せしてしまって申し訳ありません。いいんだ、美晴への結婚祝いだから。え？ビターさんは全員で私と琴子のことを助けてくれてるんだよ。いい人。何のこれしき。その後琴子の退院をもって、私たちは再びあの人形の待つ琴子の部屋へと戻った。でもそこにもうあの人形の姿はなかった。しっかり鍵は閉めていたし、部屋の状況から見て誰かが持ち去ったとも考えにくい。人形が動いて出て行ったところを想像してしまい、鳥肌が立つ。ビターさんは真相にたどり着けなかったことを悔しがっていたけれど、どうすることもできなかった。琴子が元に戻った。もうあの人形に支配されなくて済む。それだけでよしとするしかなかった。やっと綺麗になった。掃除しがいがあったわ、ほんと。美晴、手伝ってくれてありがとう。このくらい大したことないよ。ようやく琴子の部屋らしくなったね。前より綺麗にしてやったわ。あ、ねえ、あのさ。ん？迷惑かけたし、みっともない姿を見せたけど、まだあの約束って残ってる？その、スピーチ。何心配してるの？私の友人スピーチは絶対琴子だって心に決めてるんだから。今さら何があっても揺るがないよ。よかった。私、寂しかったけど、今は本当に喜んでる。だから、100% 全力で美晴のためにスピーチできるよ。美晴、改めて結婚おめでとう。これからも親友として、よろしく。うん、こちらこそよろしく。しばらくしてあげた私の結婚式では、琴子が号泣しながらスピーチしてくれた。琴子らしいとても、優しくて誠実な言葉ばかりで、私も胸が温かくなった。ショコラさんとビターさんも駆けつけてくれて、私は心から幸せな日を迎えることができたんだ。あの期間の出来事は悪い夢だったと思えるようになった。もう大丈夫。私たちの未来に怖いものなんて何もない。ミハル、とっても素敵。おめでとう。もう、琴子ってば。ありがとう。琴子大好き。私も。うん。真相は闇の中だけど、でも、それでも、いいお式を挙げられてよかったわね。親友の結婚式に参列した日が昨日のようだわ。もし会いたいなら、時の番人さんに頼めばどうにかなると思いますが。うんうん、大丈夫。今の私には案内人さんやミルキー、クロハ、モコ、ついでにゴクちゃんもいるしね。そうですね、今を楽しみましょう。それではバイバイチーン。いい式だったわね。琴子も元気そうでよかった。うん、幸せいっぱい、胸いっぱい。事件の真相が闇の中なのはやっぱり今でも悔しいけど、そうね、確かに不完全燃焼って感じではあるわ。話を聞いただけでも悔しいもの。でも
本人たちが幸せならそれでいいのよ。あれ、どうしたの？今何か見えたような。何もないじゃない。きっと勘違いよ。ほら、それより戻ったら回転するんだから、ぼーっとされてたら困るわ。勝手に承知。